はい、こちら品番が 1428i のスクエアサボサンダルです。お色はブラック、ブラウン、ベージュの3色展開で、サイズが SML3 サイズ展開になっております。はい、でお値段がこちら4900円でございます。はい、じゃあちょっとアップしますね。はい、はい、じゃあお見せすると、こちらがブラック、はい、そしてベージュで、今文ちゃんが履いてるブラウンの3色展開で、お値段4900円でございます。はい、じゃあおすすめポイントお願いします。はい、おすすめポイントご紹介していきます。はい、まずサボ、結構ね去年も人気でしたが、今年注目のサボでございます。はい、でサボなんで本当に前開いてないんで、今の時期、うん、素足でもちろんいいんですけど、そこ素足しても全然様になるので、今から長く使っていただけるアイテムでございます。うん、でこれも形がね、まあ、見て分かると特徴的で、かわいい、カクカクしたねスクエアがね、とてもかわいいんです、うん、そうですね、スクエアがとてもかわいいアイテムです。はい、じゃあこっちで見せようかな。はい、まず前もね、まずスクエア2本体は違うんですけど、あの外でねソールの部分がスクエアになってて、この切り替えがまたかわいいアイテムで、うん、でなんと横もね、ここまでしっかりこうカクカクっていう感じのデザインがされてる感じを出してくれます。うんうんうん、はい、そしてヒール見てください。なんか何とも言えない、いやー、おしゃれ、おしゃん、うん、おしゃん、この感じめちゃくちゃおしゃれな、うん、ウッド調のヒールになってます。で、フットヒールなので結構安定感もありますし、高さはあるんですけど、履いててね、歩き疲れとか足の痛みそんなに感じなくって、履きやすいアイテムになってます。そしてかかとの部分にちょっと柔らかめの低反発のクッション入ってるので、この辺も足なじみが良くて、割と使いやすいんじゃないかなと思います。はい、幅は割とね広めの方にはなると思うので、うんうん、幅広さも割と履きやすいのではないかと思われます。はい、はい、一応ね配色だけお伝えしておくと、ベージュはほぼほぼ本体同色のソールがついていて、はい、ブラックも本体同色のソールになってます。はい、でブラウンだけちょっと色味がですね、配色になっているので、よりこちらの方がウッドの感じが分かりやすいかなと思われます。はい、ありがとうございます。はい、あ、ちささん、かわいいな、高高幅広いけるかなってあるんですけど、ちょっとゆうちゃんの、ね、コメントが、ね、うん、もらえてないんですけど、うん、一応他のスタッフでちょっと外反母趾の方に履いてもらって、その方普段24センチか、うん、なんか 24.5 センチの方なんですけど、うん、その方ちょっと若干外反母趾やけど、うん、M でいけるってなってました。でも結構がっつりの方は、うん、ちょっとL の方がやっぱ横幅がゆとりがあるので、はい、なんかサイズが24とか 24.5 でちょっと外反母趾の方は、まあ、L の方がやっぱり安牌かなって言ってました。はい、サイズ感的には M でも全然問題ないけど、ちょっとここがもしかしたら苦しいかもですっていう感じのコメントでした。はい、そうかもしれない。私が必要23から 3.5 の足なんですけど、うんうん、M サイズがちょうどいいかなって感じで、うん、ちょっとやっぱ少し広く感じるので、うん、S こちらS、 これですね、 S サイズも割と履けなくはないな、きつい感じはしないで、うんうん、素足で履くなら S でもありかなっていう気が出しております。うん、はい、ソックス素足なら M サイズがいいなって感じです。うんうん、感じです。はい、はい、ありがとうございます。はい、私か、それ私の着用感私はね普段、ありがとうございます、 22.5、はい、うん、で、まあ、S でですね、うん、S でまあ、かばった、めちゃくちゃ、待って、びっくり、衝撃映像、衝撃映像、私 M でね、うん、若干ゆとりがあるんですよね、うんうんうん、なんかまあ素足でも抜けるってことはないかな、うんうん、脱げることはないかなと思うんで、うん、まあまあ S で問題ないかなと思います。はい、私だって S で、うん、まあ靴下合わせてもちょっと横幅ゆとりあるので、うんうん、全然これは S で私問題ないですね。はいはい、はい、とのことでございます。レンナムさん、大きめの作りですかとのことなんですが、若干、大丈夫？いいです。若干そうね、うん、確かに、あ、蹴らないように気をつけなきゃね。確かに結構ね、狂気があるんで、うん、お気をつけはいただきたいかな。はい、若干大きめかな。そうですね、うん、ちょっと私 S、うん、結構いつもぴったりな感じなんですけど、うん、ちょっと後ろゆとり、先生かかときたんだけど、うん、いやいや、ゆとりが若干あるので、うん、はい、ちょっと若干大きめかも。私も M 履いた時にかかと少し余ってたので、うん、サイズ感でちょっと大きめに作ってあるのかなって感じはいたしました。うん、いたします。
はい、はい、歩きづらいですかってみーさん。いや歩きづらい感じはね、うん、全然しないです。やっぱ安定感があります、うんうん、ここは結構しっかり太めなので、うんうん、安定感があるのでなんかヒールとか結構ブキってなったりとか、はい、滑ったりすると思うんですけど、うん、そういう心配は全然ないかなと思います。はい、うん、そう、私もさ今日朝というかライブ始まってからさっきまでずっとこのブラウンを履いてたんですけど、うんうん、着替えるのにこう走りたりと か, 確かに動いたりしてもカポカポする感じもなかったので、うん、割と履きやすいなっていう印象でした。はい、はい、あ、ベージュ履いてほしいですって。あ、OK です。はい、あ、ベージュ足の染みめっちゃいいね。かわいい、かわいい、いいですね。かわいい、かわいい、そんな感じでございます。はい、さりげない感じが良いですね。いいですね。デニム合わせとかベージュすごいかわいい気がする。確かにいいと思います、はい、色味も軽いんで夏も使えそうですね。うん、うん、いいと思います。ちゅうわぼうさんかな、うん、あ、ちくわぶーさんか面白い重さどうですかって。重さはね、うん、うん、なんかなんか結構もっと重たいんかなと思うんですけど、うん、まあ、意外とそんなめちゃめちゃ重いって感じしないですね。だから歩いててしんどいとかはないかもしれない、うん、ない。あの見た目とのギャップがすごい、うんうん、なんかすごい重たそうって感じなんですけど、足さ本当にライブ始まってもう1時間ぐらい経ってるんですけど、うんうん、足疲れるような感じ、負担かかるような感じなかったので、うん、重たさは本当に感じないと思います。そうですね、はい、見た目よりかは全然大丈夫かな、うん、見た目より軽いと思います。一応重さは、うん、あ、ごめんなさい、サイトにもね、片足、380g はい、ちょっと分かんないですね、はい、380g ぐらい、 ぐらい。でも本当に見た目よりか全然軽いですね、うん、と思いま す, です、はい。あ、ベージュはキャメルっぽい色味に似てますかって。そうですね、確かにキャメルかも。てかここめっちゃ柔らかい。おー、ほんまや、うん、めっちゃ柔らかい、ね、てか皮は柔らかいよ ね, ね、うん、キャラメルかも、色味、うん、確かにキャラメルっぽい、うんうん、全然ベージュよりもキャラメルですね。確かにこれはキャラメル、うんうん、キャラメルと思ってもらったら一番いいと思いますあ、てこさんが普段22センチだと大きいですよねって、うん、あー、そうですね、 22.5 の私 S ちょっと大きかったんで、うん、なんか中敷き引いてもらったりとかしてもらった方が、うん、やっぱ足とか疲れずに履いてもらえるかなとは、そうですね、うん、思います。なんかつま先だけの詰め物というか、あの中敷き、あのクリアのやつとかもあるんで、うんうん、そういうもの履いていただいたらいいかなと思います。はい、思います。はい、あ、シエさんがブンちゃん、モピちゃん何色推しですかって、迷う迷うよね、なんか初見が、うん、このどっちかかなと思って意外と今履いてみたらベージュが可愛くて、え、わかる、馴染むよね、すごい。そう、なんか普通に、確かにデニム私多いからデニムに普通にこれとか絶対可愛いなと思った、うんうん、あ、可愛い、ね、合わせ可愛いわ、うんうんうん、すごい想像つくね。そうですよね、うん、意外と私ベージュかもしれない、可愛いね、うん、私もこの2色どっちかいなと思ってたんですよ。箱この2色ですか。そう、この2色、うんうん、悩んでて、あ、黒大人っぽいね。あー、確かに、かわいい、わー、悩むな、これ多分ほんまにむずい、めっちゃ悩む、むずい、失礼します、箱あー、でもやっぱ、馴染むね、馴染みますね。あー、でもめっちゃ鼻、うん、鼻馴染みいいわ、めっちゃいいって言いながら、私やっぱブラウンかもなんかね、そう、ライブ中ずっといろんなコーデしたんですけど、どれにも合うなと思って、あ、確かに、なんかどっちも兼ね備えてますね。そうそうそう、うん、あのブラックのなんか引き締まる感じも、うんうん、なんか春っぽさ、この配色もあるから軽やかさも、うん、あ、すいません、はい、ごめんなさい。ヒールは 7.5? はい、7.5 センチです。はい、7.5 センチのヒールで、うん、かかともね、こんだけ深みがあるので、はい、本当にあのヒールを履いてる感じはね、うん、しないです。はい。なんか本当に安定感があるので、まあヒール高さはあるんですけど、うん、あの重心がずれたりみたいな、ぶれたり、うん、なんかちょっとヨロヨロっとしたりするようなこともないので、結構ね、長時間履いても疲れにくいんじゃないかな、安定感あるんじゃないかなって感じの印象。